さんこんにちは、おしつゆみおもちゃです。ブラックです。ということで今回もセーブニングレマップ2000にやっていこうと思うんですが、今回はですね、もうオンライン戦、本若のオンライン戦にて結構面白い試合というかね、大逆転劇の試合がね取れたということで、うん、まあ、そちらでね、あの活躍した3選手っていうのをフレマでも同様に活躍できるのかっていうのをちょっと見ていって、でさあその終わった後にその大逆転劇の試合をですね、ちょっとまあちょっとカットして見やすくして、ちょっと一緒に皆さんとまた見ていければなと思うんで、3選手がですね、このベンチにいる、まあ、インザーギ、通常デュパンサバタ、そして中田、この3選手まあ共にスパサブだね、全員、はい、全員スパサブ、これを入れてから結構潮見が変わって逆転することができたと、はい、早速ねフレマで活躍できるのかやっていきましょう。まあ、これガチスカですからね。さあということで調子いきましょう。いい感じいきましょう。まあ実際試合の時ってベルナー使って OMF にロナウド使ってたんだよね。ちょっとなるべくそれっぽくいこうか。こんな感じだったかな。はいはい、 OK。 さあということで相手はフェルナンド・サントス、変わらずと。ぶっ潰したる言っていいよ。お前何やねん、ぶっ潰したると思って戦う前に。最近負けっぱなしね。え、負けっぱなし、そうなんないでしょ。いや、ここ3、4戦ぐらいずっと俺勝ってる。生きんなよ。いや別に生きってはないけど、別に生きんなよお前。さあ逆転の展開は俺としてはまあ作りたいはあるんだよね。おー、ちょちょ待って、すごい、どうしたどうした、みんな危ねえ、もうもうもう神谷さんが好きやな。いやそっちじゃない、後ろに回ってほしい。ベンナ、いやこれニア抜いてくる。オッケー、ナイスドンチェン。無理か、お手でポーン。結構やっぱベルナ臭い、やっぱ攻撃がペライね。そのあーちょっと待って、危ねえ、待って、ちょっと待って、ペーパーマリオやりてえって。最近やってます。あー誰だお前、何これ、あ出られました、カナ君、何これ、あ出られました、カナ君、ちょペーパーマリオ早くやりてえだけだから、こんなペライ、そんなこのお遊びはすぐ終わらしてね。そんな俺ペライ、攻撃がねちょっとペライな。守備はどう、守備もちょグッティ。ああちょっとちょっとファールかい、いいところ、やった来た。いいよ、今いい、すごい、ない、よいしょー、いいね、なんだこれ、ドイツの日本も似合うね。やっぱり守備もペラペラ、やっぱり、えオッケー、なんだこれ、行け止まっちゃねえよお前、とどまっちゃおー、セーブキャラで止まんな、やべえ、ちょっと待って、え、何、ガーデー頼む、ガーデーガー、弱え、逆転みたいな流れ、あ、まずいまずいまずい、やめろやめろ、どうすればいい、やめろ。普通にいたらからベルナーの裏抜けって、いや慣れや、オッケーオッケー、まあ、いいけどここでねちょっとねそれっぽくいきます。中田と、おもちゃ TV のねインザーギ、そしてデバンサバナ、まあ、これですよ。まあ、厳密に言うとね、試合、後半に入る前には変えてないんだけど、まあ、フレマなんで、ね、ちょっとここで使っていこうかなと思います。いくぞー、俺がこれ先制して逆転してみーやのかな、こっちもインザーギ入れてるから、ね、これインザーギサパタのちょっとね強い回転的に強いところちょっとお見せできればなと。ここデイビッド一回フィネス入れてキーブ、ここ開けちゃおうか、いた、溜めて、いやちょっと待て、ナイスキーナイスキドンちゃん、オンラインで逆転するのってマジ結構、ね、いやもう無理だよほんと。いやさあここサパタが低い位置ちょっと溜めて、ヒデ、いや、やらせないよ、オッケー、ナイスツッツキ、中田ワンパ、いやなんてずれる、ちょっと待って、もう勘弁して、おいおーくそだー、このゲームクソだ、こいつなんです、いやなんだよそれ。これやばいよ本当に、これ
だからこういうのを巻き起こるのがやっぱスパサブの力だよね。サパタとか関係ないでしょ、あのトラップミスは。元気にそこ狙ってるんや、やっぱインザーギー。このゲーム信用できないからな。てか PSO のエンジン積むな、マジで。俺はね、18でいいの。重すぎんだよこれ。俺18でいいと思うの。18のゲーム性でカーソル変わりゃいいと思ってんの。これでもさ、いやお前逆転だよ。逆転だよって思ったら言ってねえだけだ、お前。いやいや、ちょっと待って、生きんなよクソガキ、お前。やめて、頼む、お兄さん。きたー、よっしゃー。何が逆転じゃ、お前。同点じゃ、オッケー。はい、ということでね、実際にこちらがその大逆転勝利を収めた試合になるんですけど、はい、まあ、こんな感じ、ロナウド、まあ、つまり大逆転勝利ってことは、こっからまず最初はやられるわけだよね。やられます、前半は。もうボコボコにいかれるっていう。まあ何を言いたいかって言うと、やっぱりね、最後まで諦めない方がいいなって、そのインターネットの場合は。まあ、一応前半でギブっていうのはね、はい、アプリでありますけど、アプリの場合後半に進んじゃうと後半ギブできる。いや、後半にギブできます。あ、できる。一応試合途中でできるんで、まあ本当後半の70分ぐらいでもうね、あ、これもう無理だなって思ったら、あ、目がないなって感じ。あれなんだけど、ただね、結構わかんないですよこれね。こうペペがもう、あーとキモい動きして、もうこれ2点で、もこれね、相手の人は乗り、勢いがこうある攻撃でドンとね、はい、攻めてくる。まあこういうね、このね、こういうのに ね、こうちょっとね、やられちゃうってことあるんですよね。これあるあるだと思うんですよ、オンラインやってる人って。うまいな、ファンバスター。これ3点目決められていくんだけど、前半のうちにね、これで1点返して、よっしゃと。なるほど、前半で1点返した。だまあ、3-1だったらね。で、これで、よっしゃってなるんだけど、まさか。まあ、これなんですよ。これがズンと来たの。あ、来たな、これ。ここでファンバスターのワンタッチパスって。ナイストーレス。これはもう買い物の仕方はうまいですけど、ただ、ワンタッチパスとかうまく利用してるっていった感じで。ということは、これ前半もしや 4-1 で折り返してると。これさ、みんなならどうするって聞きたいんだけど、まあ俺もギブするべきなのかっていうのは頭によぎるわけですよ、うん、これやっぱ。ああ、もうギブしようかな。後半はこれメンツ変えてんの。後半はちょっとまあ見てください。あ、まだ、うん、これまで今前半なんで。なるほど。そう、でここら辺で、じゃ後半の頭からまだ人変えてないわけだね。そう、これ今まあ前半ですよ。前半、あ、前半ね。前半、あ、前半多いか。そう前半の何を言ってんの前半の終わりですこれまで。でまあこれ今、まあ、ロスタイム入ってね、2分経過してて、ここもねちょっと足元入れすぎなのよ、ホルラン。もう少しスペースで出してくれればベルナで打って4-2の状況で終わりたかったんですけど、まあこれで終われず、まあ後半まあ行くか迷ったんだけど、まあでもまあ諦めたらそこで試合終了なので、やっぱここはまだ行こうということで。あ、でもやっぱ前後半の頭からは人変えてないですね。まだ変えてないです。60分台かな、変えたのは。なるほど。でここでね、後半やっぱ前半結構もうでもこれあと1点入れられたら終わりだよね。終わりだね。もう多分ギブした方がいいかな。あと1点、3点差がギリでしょう。ただこれはもう豪快にこっちに運が転んできたのよ。で、これがあると何が思うかっていうと、これワンチャンあるかなみたいな感じに思う。 4-2 でワンチャン。そう、 PSO とかだともう結構 4-1 にされるときついんだけど、アプリは結構球がなんか転がったりとか、そうだね、こっち側に向いたりとかするんですよ。もうここもずらされて打ってるけど、ね、クルトワが止めていくというところで、だんだんね、こっちにちょっと振り向くんで、この攻撃できれば刺したいところなんだよね、うん、もう1点ここ挟んでって、ここでホルランが入れ替わるんですよ、うん、おっとこれはと。中行ってもワンチャンのクロス上げてみるかと。でこれがねベルナーが決めてくれるんだよ、ね、マジかい。でこれ4-3なんで、これは分からんぞと。そうで、これ試合もまだ59分なんですよ。前半の突きのなさが後半になってこっちに向いてくることがあると。でこれはもうカバーです。もう最初やられてるからね。そう、もう開幕ももうこれ来るなっていうのは分かるんで、やり方も多分一緒でしたね。こう右にやって振らせるっていうのがあるんで、そこのケアっていう。でここで変えます。なるほど。この4-3の状況で何を入れるかって言ったら、まずサパタ入れて、大体中田入れて、もうフィリッポ・インザーギをここで投入して、この3枚というね、2トップ1 OMF っていう形の、その2トップ1 OMF をもう3つとも変えちゃったと。そうそうそう。でここら辺もう結構ね、相手の方に時間使われる、まあ、これは当たり前ですから。でも、うん、これでもね、相手の方も多分追われてるっていうか、これいきなり4-1か4-3になってるんで、結構ね、結構慎重になってるね。ミスが出るんですよ、うん、でこれ今ミスが出てこっちボールになったんで、これチャンスなんで、できればこの
このねボールを、得点していきたいところなんですよ。でもこっちとしてはねもう本当引き分けでいいみたいな。そうそうそう最悪ね、最悪それでいい、最悪引き分けでいいんだけど、向こうからしたらね逆にちょっともう嫌だなって感じ。ここでサパタのこのスルーパスから、いや入った、インザーギの早速この裏への抜け出し、これ入ったんだ。そう、これなんかねよく分かんない感じだったんですけど、ライン越えてたんだよね俺がね。でここでやっぱりサパタを入れたことによってサパタのスルーパスでインザーギの裏への抜け出しっていうのが刺さって、でここキャンベルにカーソル合わせていって裏ケアだけは絶対するぞという、うん、ここも突っ込まないで裏ケアする。まあ、このコーナーとかは正直ここで 4-4 でねこの入っちゃって合流されちゃってしょうがないんだけど、そうだね、6分のゲームとかだとなかなかゲーム自体を作るっていう動きが難しいんですけど、アプリの場合 ね勢いでやられちゃうんだけど、またやっぱ前半と後半のところで流れが変わる、流れ変わりますね、時があるから、前半でねいくらやられててもこういうことになってしまう。4-4だったらこっちはもうめっけもんだからね。そうこれしかもこっちは勢い乗ってるんですよ。ほぼ負け角みたいなとこから 4-4 までしたわけだから、でこれもインザーギ食べて、インザーギのこの体のね、うん、ちょっと強さが出て前入ってズバンサパタ使うと思いきやベッカムでサパタ、これねこう打ちやっていうね、ちょっと詰まってゴボゴボしちゃった。でも流れはもうこっちにかなり来てますね。そう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 、まあいいチャンスシーンというかね、あのもうほぼね結構いい感じになってきて、アプリはね結構流れがある、流れです。これはもう本当ね、レート上げとかも多分やってる方は分かると思うんですけど、あーぶっかなんちゅうトラップを、ね、結構球があのめちゃめちゃ弾くんですよ、なんかこういう時って、うん、やっぱそっちじゃないってところ、物理法則を無視して動きたまにする時、これはもうやばいっしょ、普通に前立てるだけなのさ、てか入力が多分遅れて入ってるんだろうね。そうっていうので、こことかも中田でここ危ないよね、ここ取られたら結構危ない部分なんですが、うん、ここはもうね、ほんとセンターバックになるべくカーサルをしないで、これラッキーでしたね、うん、こういう感じの単調な攻めになってくると前半とはね、違ってやっぱり守りやすくなってくる。そうだね、でここでもう2人2枚とワンツーで抜けてって、もう最後はゴリゴリインザーギのこの IM で、いや頑張る、ドゥバンサパタがさ、サパタ来る、このもう2人、まあ中田はね、まあそこまでかなと思いきや、まあ、結構そのやっぱりいるポジションが良かったりとか、チャンスメーカーでやっぱ違いをね生んでくれる選手なんで、これでロスタイムになんと勝利することができたといった感じですね。結構ポイントとしては、俺とかだとさ、はい、あの結構後半でスパサブ、まあ、同じような感じで変えるんだけど、はい、2トップのところに1枚、あと OMF のところに1枚、であとね CMF のところに1枚変えるんですよ、上段中段下段みたいな感じで、はい、だけど今回の場合はもう攻撃の部分だけ、まあ、大体ねあのやっぱり追ってる時っていうのはもう3枚全部上の3枚変えちゃって、で勝ってる時はですね、大体このあの1人いるのがあのベッケバーはいるんで、うん、ベッケを俺ロブソンとかベッカム変えて守備体制に入るみたいな。だから勝ってる時と負けてる時の選手の交代の差がそうちょっとあります。やっぱり3枚固めといた方が火力は出るっていう感じで、はい、まあ、うまいことね、まあ、結構毎度お世話になってる3人組なんですけど、これもうずっと使ってます。デュパンサパタなんてね、もう FP が一生当たんないからずっとこっち通常で使ってて強いんでね、もうなんだったらね通常の方が馴染みあるみたいな感じなんですけど、はい、この3名が救ってくれたやつ、皆さんもぜひね、なんかまあまあギブしてもいいんですけど、ぶっちゃけレート戦なんてね、その何回も何回もトライすることが大切だと思うから、そのまま諦めてもいいんですけど、ただまあこういうこともたまにある、こういうこともあります。なんで、まあ、ワンチャンかけてみてもいいかもしれない。前半あまりにもこっちになんかまあ向いてないな風がと思ったら、後半もしかしたらこっち向くかもしれないみたいな、あるかもしれないんでね、まあ、そこら辺も一個上での面白さだと思うんで、はい、ちょっとねチャレンジしてみてもいいんじゃないかなというふうに思います。このラジオぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。とショーさらぽー